はい、今回はね、このね、革靴が滑らない方法をね、お伝えしていこうかなと思います。もう簡単に言うと、100均で、これを買うと。100均でボンドを買うと。これだけですね。まあこれ、アロンアルファはこれ100円じゃないですけど、まあ100均でボンドも売ってるんで、あ、ボンドじゃなくて接着剤もね、売ってるんで、まああとはこれを買って、ここのね、先の部分に、つけていくような感じですね。まあ実際じゃあつけていきましょうか。でね、まあ今でこそその100均で、靴底の滑り止めを買えるようになった。ですけど、まあ、以前はもう、普通に1000円ぐらいで売られてきましたからね。この、靴底の滑り止めも。だから本当にね、100均に感謝っていう感じ。で、ここにボンドで貼って、ここにね、貼り付けると。こんな感じで。そしたらもう全然滑らなくなるんで、こんな感じでね。滑らなくなるし、靴底の破れ防止にもなるしっていうことで、かなりおすすめです。はい、じゃあ今回は、たった200円で、革靴の滑り止めをね、つける方法として動画撮りました。ありがとうございました。失礼します。